女優、井桁博恵が7日、都内で行われたテレビ東京系主演ドラマ、私の町の千葉くんは、9日スタート、水曜、深夜0、30の会見にワイルドブルーリーダー、山下聖輝、犬飼篤弘、元乃木坂46、樋口ひなが出席した。岡本斗笠氏による同名漫画が原作で、高校教師で町役の井桁と、イケメン転入生の優斗。 街の初恋相手で優斗の兄、優一が繰り広げるラブストーリー。ドラマの題材にちなみ初恋は実ったかを問われた井桁は、実らなかったんですね。告白したんですけども、その時に答えをもらえなくて、告白した子が周りの子に相談して、私は言いふらされたんじゃないかと思って。答えをもらう前にやっぱ言い合って、引いちゃった思い出があります、と中学一年時の時の思い出を赤裸々に明かした。 山下も小学5年生の時に初恋相手にマグカップを渡したと言い、あげますと言って伝えたんですけど、ごめんなさいと言われて、コップに涙を入れてやろうと思ったと苦笑い。恋愛観については、自分は一目ぼれですね。まっすぐですと明かしていた。